はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、久々に芋焼酎です。ですね、黒島美人ですね。間違えた。ちょっと酔っ払ってやばいです。すでにもう酔っ払って、もうハイボールを3杯飲んでますんで。ね。黒島美人ですね。この島美人は、通常のね、黒がないパターンのやつはすごい好きなんですけど、芋焼酎ね。はい、芋焼酎でございます。原材料がさつまいもと米麹。アルコール度数25度。容量が 900ml。そしてですね、これですね、実はですね、ネットで買ったんですけど、3年前に買ったやつ、どころか3年どころじゃないですね。これ、詰め口年月日が書いてあるんですけど、2012年の10月の9日って書いてあるんで、3、4年前に、3年半ぐらい前に買ったやつなんですけど、ずっと忘れてて、飲んでなかった。で、飲んでいきたいと思います。長島県上有限会社。鹿児島県の会社です。こちらですね、これ確か限定だったから買ったんだよな。黒島美人って確か限定なんだよ、これ。その当時限定だったんだけど、3年前だから。3、4年前だから。どうなんだろう。普通の島美人は飲んだことあるんだけど、黒島美人確か限定だからっつって、島美人が美味しいから、買ったんですよ。で、ずーっと忘れてて放置して、黒島美人ね。まあまあ。とりあえず飲んでいきましょう。すでにですね、アルコール度数50度の、富士山麓のハイボールをですね、3杯飲んでますね。乾杯。うん。通常の島美人は白麹ですから。まあ、芋焼酎は25度あるからそこまで劣化しない。ね、ね。うん。年月を置いてもそこまで劣化はしないと思いますけど。うん。うん。鹿児島県内でトップクラスの人気を誇る島美人の黒麹版。うん。あれですね。感覚的には、香りがちょっと弱いかな。黒麹になって黒島美人。うん。通常の島美人よりちょっと香りが弱いような気がするんだけど、どうなんだろうな。うん。深みが増したけど、ちょっと香りが弱くなってるのか、ちょっと難しいけどね。まあ、普通に美味しいは美味しいですけど、これ確か本当限定とかって言って出した、当時出してた気がするんだけど。こちら 900ml が998円。と安めですね。黒麹の芋焼酎が好きな人は、いいんじゃないでしょうか。ただ、個人的には、普通に島美人の通常版が非常に美味しいんで。うん。うん。芋焼酎の島美人通常のやつ、美味しいよね。うん。あ、長期熟成の薩摩島美人なんてあるんだ。島美人なんてあるんですね。それは知らなかった。なるほどね。
島美人は本当に美味しいですよね。確かに。白麹の通常の島美人は本当に、なんかこう、美味しいよね。香りが、通常のやつに比べてやっぱりちょっと香りが高い、強い感じがする。鹿児島県内でシェアナンバーワン、ツーを争うレギュラー酒、薩摩島美人の黒麹バージョンです。白麹は芋の甘みがしっかり感じられ、キレのある喉越しです。バランスが大変良い焼酎で地元で愛されていることが実感できます。さて、黒麹の味は？なんかこう、通常の島美人に比べるとやっぱりちょっとマイルドになってるのかな。黒麹はね。基本的に黒麹ってやっぱり白麹に比べると、通常のその白麹仕込みに比べるとやっぱマイルドなんですよ。だからこそ結構黒麹の芋焼酎って初心者の人におすすめですね。有名だったと、黒霧島とかは、本当に飲みやすい、とは思います。でも逆に、白麹の、あれっていうのは、芋焼酎って結構、癖が強いんで、あれですね。あんまり、そこまで、初心者の人にはおすすめはできないです。これやっぱり、島美人、普通の島美人に比べてやっぱりちょっと荒々しさはない、はないですね。おとなしい。すごいおとなしい。で、なんか、やっぱマイルドなんで飲みやすい。でも、通常の島美人の方が美味しいかなとは思うんですけどね。なんか、あんまりこう、島美人って本当に最初飲んだ時本当に美味しいと思って。芋焼酎って言うと大体黒麹が多い。マイルドなんで。おすすめっていうか、初心者にとっつきやすいっていうのはあるんです。やっぱりね、なんだかんだね、芋焼酎をね、飲んでいくとね、俺もそこまで飲んだことないけど、でもなんだかんだでやっぱり、黒霧島も確かに美味しい。あれ、ロックで美味しいんだよな。やっぱりね、黒霧島とかっていうのは好きな、黒麹のやつが好きな人間っていうのは大体、ロックで美味しい。ロックにするとやっぱり美味しいってなる。それはなんでかって言うと、やっぱり冷やすと結構、あれがね、味の風味とかが結構飛ぶんで。黒霧島だと、水みたいな感じで飲めるっていう感じはある。これもそんな感じですね。黒霧にちょっと似てるけど。黒霧と何が違うかっていうと、香りがやっぱりちょっと、香りが、黒霧島に比べると、
黒霧島とこっちだったらどっちが美味しいかな。黒霧の方がちょっと粗い気がするんだよね。結構これはかなりおとなしい方だと思う。黒島美人ね。かなりおとなしい方だ。てか、ぶっちゃけ普通の島美人でもかなり結構おとなしい方だと思うんですよ。通常の島美人、白工人のしてはかなり、おとなしいと思う。俺が一番芋焼酎で好きなのは、まあ、いろいろ、飲んできた結果、だいたい、黒島美人、違う、なんで?あれですね。黒霧島も大好きなんです。ただ、島美人も好きなんだよね。多分、ナンバー3に入るのが島美人じゃない。もしくは、ナンバー2かナンバー3に入るのが島美人なんです。それぐらい島美人、通常の島美人っていうのは好きなんです。ナンバー2かな ?1 位が、間違いなく、伊佐大山ですね。伊佐大山。まあ、俺、いろいろ、動画で、上げてきましたよ。伊佐大山。ね、これは、ほぼ間違いない。ほぼ飛び抜けて、うまい。伊佐大山の次に美味しいのは、やっぱ、島美人。通常の島美人かなーって思う。うん。で、今飲んで、この黒島美人を飲んで、今のところ黒霧島とどっちが美味しいかなってなって、今ちょっと、ってなってる状態なんです。この黒島美人はかなり癖がなくて飲みやすい。非常に飲みやすい。だから逆にちょっと飲みやすすぎて、るーっていうのもあるなっていう感じなんですよ。難しいですね。やっぱ黒霧島が黒島美人でもかなり美味しい方だと思います。芋焼酎では、多分俺の、今の感じだと3位か4位ぐらいに入る美味しさだと思います。美味しい。かなりマイルド。ではある。でもやっぱり普通の島美人に比べると、かなりマイルドになってますね。マイルド。マイルドになってるからこそ美味しいのかもしんないし。でもやっぱり島美人の、通常の島美人の、ちょっと、やっぱり、黒麹だとやっぱりちょっと、香りとかもちょっと弱いんですよね。なんか抑えられてる感じ。ちょっとおとなしい。すごいおとなしすぎるかなっていう感じはある。だから、それも含めると、まあ、島美人の方が美味しいような気もするなっていう感覚なんですよ。でも、これは、黒霧島、よか多分おとなしい。だから、おとなしいのを好きな人だと、やっぱり好きなんじゃない?黒霧島よか、下手したら美味しい。とは思うんですよね。まあ、時にはやっぱここまでかなりおとなしいのをロックで飲んだりすると、わ、今ストレートで飲んでますからわかんないですけど、とりあえずロックで飲んでみてどんな感じかなっていうのを楽しむのもいいんじゃないですかね。美味しい。普通に美味しい。黒霧島に比べると、ちょっと、やっぱり、
ちょっとやっぱりおとなしいかな、すごい。黒霧島の方がやっぱ強い。香りとかが多分強いと思う。まあ俺の個人論ですから。個人論だからね。どうしようもないですけどね。まあ黒霧島も美味しいのは確か。でも俺もぶっちゃけ俺芋焼酎にハマったきっかけは黒霧島だからね。うまいよあれは。確かに。黒霧島やっぱり美味しいと思う。どっちがやっぱ黒霧島よりかな、わからん。もう飲み比べないと、これここまでね来るとね、もう飲み比べないとわからん。ここまでの違いがそこまでねないやつはやっぱり飲み比べないと。3424です。ご視聴ありがとうございました。